あれオイル交換したらだいぶ車の音は違うね、キヨちゃん。違うね。なんか異音がしてたんだけど、ね、いつもオイル足さないといけないんだけど、ね、だからオイル交換しなくていいやと思ったけど、やっぱオイル交換しないとダメだね。また3年でダメにしちゃったからね。なんか空がいつもと違う空だから、いつもこれ松原バスの上走ってます。境の境じゃなくて、境の境の境に行く橋です。はい、これでいつもの道に出ましたね。よし、いつものようにみんな、取れちゃった。みんな持ってるから、うわー、失礼しました。真っ暗でした。いつものようにみんな挨拶するんだね。そうだよ、挨拶するん。ブーちゃんに挨拶するんだけど、今日は人が出てこないだろうか。出てきたらドッキリのチャンスなのに。あ、でもそこ開けといて、キヨちゃん。窓。あ、起きちゃうかな、こいつらは。こいつらつったん。こいつらちゃうやろ。こいつらちゃうで。落とさんといてや。忙しかったんだよ。あのヘアマニキュアマピちゃんがいて、でその間にキヨプは病院に行って、でその間それが終わってから今度はあのね、あれだよね、モリモリマルシェに行って、それでヤオコに行って、それであのなんだオイル交換したりしたからね、結構時間食っちゃって、もう今の時点で1時19分まだ埼玉の佐野市もない。とりあえずまだ太田だもんね。これやばいよ。遅くなることは必須だね。そんなと先にペチャ焼き食べちゃう。もっと遅くなるやん。もっと遅くなるやん。だってペチャ焼き7時か8時で終わっちゃう。今から行って、だいたい3時ぐらいになってさ、ペチャ焼き食べれるってことは、あ、そう、まだ、もぴちゃん一人で食べてくればいいのか。ね、キヨちゃん。ペチャ焼き何個まで食べれるか。何ペチャ焼きは2個しか挟んでないの？そうか。だったらできるんかな。あの、ケビンズイングリッシュルームだっけ？あれでなんか紹介してたさ、あの、なんだっけ？あの、アメリカのサンドイッチ、作ってみたいんだけど、なかなか作ってる暇ないね。でもさ、あの、ケビンなんか使ってたのはさ、結構その、高級なチーズだったよね。この辺高級なチーズってもあんまり売ってないんだよね。立川に住んでた時はさ、あの、チーズ王国とかあったけどね。ね。あの、ホールのチーズって売ってるのかな？やっぱ通信販売。でも、まず二人でホールのチーズなんてさ、ね、すごい量食べなきゃダメになっちゃうね。あの、それこそあの、インド、やばいやつにあったみたいに、もうガリ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 削って、パンにこんなに、本当にね、シレッチーズじゃないけどね。もうなんかね、あ、まーちゃんとキヨちゃん、またチーズ持ってきてチーズ食べてるの？だってホールで買っちゃってなかなか終わんなくて、なんてね、なんかね、やりそうだよね。空はこんな感じ。雨降ってなくていいけど、朝方寒かったよね。だいたいさ、あの、片足だけずーっと出したまんま寝てて、それであの、あれなんだっけ、足が冷えすぎちゃったんだよね。で、この間が足カチカチになっちゃって動かなくなっちゃってね。びっくりしたよね。そうかと思ったら家の中掃除してたらさ、なんか口の中が腫れ上がっちゃってさ、ね、マスクしないといけなかったんね。どんだけ汚してるうちなんだって思っちゃうけどね。ね、キョップ？ね、医者3件ぐらいって恐ろしい思いしたよね。でも結局やっぱりはそういう時は口腔外科なんだよね。うん、口腔外科じゃなくて口腔外科のある歯医者さん行かないと。押し込んでる。うん。そう。ね、なんか口の中腫れ上がった時はやっぱり口腔外科、が入ってる歯医者じゃないと治らない。なんでかっていうと抗生物質出してくれないから。普通の歯医者だと痛み止め止まりだよね。うん、わからない。ね。
もうだって普通の歯が痛いと思って、普通の歯、歯が痛いと思って普通の歯医者にね、行ってたらだってあれだもんね。なんだっけ。もう全然1ヶ月ぐらい痛い思いしてるんだね。うん、毎日ロキソニン飲んでね、頭がテンパっちゃうの、ククって。ロキソニン飲んでだってコーヒー飲むと、ほんと頭が、エナジードリンクとか飲むと、ほんと飛んじゃうよね。スコーンって飛んじゃう。やばかったよね。怖い怖い。うん、お空。雲が多いね、今日はね。全体的にね。館林インターって前にあるファミリーマート。まぴちゃんちょっとお昼足りなかったので、キヨブが、付け足しをしに行きました。キヨブが買ってた。あれ綺麗。あれは、何が？おにぎりは売り切れ。本当、ステーキミヤ監修のおむすび買おうと思ったんだけど、上州名物、バームクーヘンを焼きまんじゅう風にしちゃいました。を買ってきたの？あと、でっかい練乳もなんか、これ食べたかったのに、ネットで見ててね。どこだっけ、これは。アイスミヨコ。ファミマ限定です。双葉食品。美味しそう。生コッペパン。バター、わお。バター入り、ホイップ。口どけ。こんな感じでした。今、バター入りホイップ。甘ったい。甘ったい。餅つきたいけどなかなか難しいからね。じいさんが生きてる時は餅をせっせと作ってたけどね、うん、パンが柔らかいから、うん、パクパクいけちゃ危険だ。もうすごいうまいじゃん。やばい。最後の一口になっちゃった。なんかパンが柔らかくてさ、薄いからパクパクいけちゃうんだよね。これやばい。うまいじゃないか。常習性の高い食べ物だ。うまいじゃん。バームクーヘンを焼きまんじゅう風にしちゃいました。常習名物。前橋にある会社のスイートバームさん、バーム株式会社さんが作っています。本当はさてのチャレンジャーに行くのに。店長さんに焼きまんじゅうをマップちゃんを持ってきたかったんだけど、キヨプーが仕事してて白いブラウス着てるのにベチャベチャになっちゃうと大変ですってキヨプーに止められました。そう、強度のものとか面白いって言うか美味しいかなと思ったんだけどな。しゃあないからうちらはこれを食べます。マップちゃんは口をベチャベチャにしても焼きまんじゅうは食べたいですね。美味しいんですから。なんか面白いよ。なんか竹串に穴の開いた焼きまんじゅうが挟んであって、これ面白いわ。これはね、でかいよ結構。何センチぐらいある？ 10 センチぐらいある？もしかして。いただきます。なんかね、あ、まっちゃんは逆に食べてる？これ食べてるの？あ、焼きまんじゅう効いてる。あ、きょうちゃん大丈夫かな？いけるかな？今、止まってるから。気をつけろ。タレは焼きまんじゅう？うん。あ、ごめん。気をつけて。うん、うん、うん。あ、うまい。これ、焼きまんじゅうとバームクーヘンが合わせた感じ？うん。喉刺すんだ？うん。キヨちゃん、子供の頃あれだろ？団子食べてて喉刺したことあるんだろ？うん、ある。あ、気をつけなよ。バカだからね。うん。うまいよね。生これうまいよ。味噌とバームクーヘン合う。でっかい練乳もなか。こんな感じ。でっかい練乳もなか。真っ白や。うん、真っ白や。白いたい焼きみたいな。うん、あ、鼻に練乳のあの香りが抜けてきます。これがいいんだよ、練乳ってなんかな。ね、うまいよね。うまい。昔は缶に入ったやつ。ペロペロ食べたやな。うん。だけどあれ、顔につくとほんと最悪なの、なかなか取れない。うまいよね、うん、結構ね、うん、いや、まっちゃんもでかい練乳もなかほんとに、ほんとにでかいよ、これの2倍だから、うん、どれくらいある？ 2
マピちゃんの顔と比べるとマピちゃんの顔の方がでかいな。あれわくよ、わくよ、うまいよ。マプちゃん、モナカってあんまり好きじゃないんでさ、うん、モナカの皮が、皮がさ、金魚すくい、金魚すくいすくいに使うモナカ、うん、マプちゃんはなんか金魚になった気分になって、あ、このまますくわれちゃうのかねって、ね、金魚すくいの金魚の気持ちになると、モナカは怖いもんって思うよね。でもあんまりパリパリしないね、うん、チョコ入ってないからね、うん、結構でかいね、うん、まあ最近はこんなのない。さて、そろそろご意見の声につきましたが、この勝太郎ってびっくりしたのが、サッテが本店なんだ、知らなかった、うん、ね、なんかオーラの方にもあるよね。今度食べてみようかな、ね、なんていう名前は、まあ、かね、綺麗です。全体的にこんな感じで、こっちにはスミレ、スミレの花も咲いて、スミレの花って言うと、どうなのかな。あ、お空が綺麗。あ、でも雲が出てきたね、ちょっとね。うん、ね、雲が出てきた、うん、こっから10分ぐらいなんかね、うん、10分から15分ってところですか。あ、3時ギリギリかな、うん、分かんないけどな。まあゆっくり降りてきてください、うん、明日休みですからな。今日の意気込みはどうでしょうか。キヨちゃんやっぱりパチンコ強いよね。キヨちゃんやっぱりパチンコ勝つよね。キヨちゃんやっぱりパチンコうまいよね。なんかそう今、はい、キヨちゃんやっぱりパチンコ一緒やな、ね、キヨちゃんやっぱりパチンコ強いよね。キヨちゃんやっぱりパチンコ勝つよね。キヨちゃんやっぱりパチンコ上手だよね。キヨちゃんやっぱりパチンコ勝つよね。やっぱりパチンコ強いよね。どうした、農産物直売所めっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる。まだ一回も行ったことないけどな、うん、なんか混んでんだもんだって。なんか言ってるやん、ね、自産自消しいちご。あ、これ辺でもいちご取れるのか。うん、あ、だけどあのポイント今日なんか20日だからポイント5倍でとかさ。あ、そんなやってるんかね。そこであの謎のあのとお手洗い近くにあるあの謎のあの花は何だったんだろう、わかんない。ニラ、ニラじゃないだろう。なんかニラ、ニラの花っぽかったけど、まぴちゃんニラの花見たことないけど、想像、想像、想像だよね、うん。はい、もうちょっとでチャレンジャーですが、うん、ちょっとなかなか進まないですね。うん、なんかもうピッコーンがすごいです、ピッコーンが。太陽さんが、ニッキーちゃん。みんな駆られちゃったから、サギちゃんが全然出てこないんだよね。ね。なんかさ、あんな、リボンとかしてあると、よくあの、田舎によくある、八方チェリーとかってあるけど、さすがにさっきは八方チェリーとかないんだろうな。群馬は山の奥とかに行くと、八方チェリーとかってあるよね。ね。やだ、マピちゃん撃たれちゃう。マピちゃんは違うよ、動物じゃないよって思っちゃうけど、ね。大変で、ね、もうちょっとですが、ね、今2時59分なのでもうちょっとですね。ちょっと3時回っちゃうかな。でも3時はね、放送ってかなり4時なんだよね。なんか人がいなくなっちゃったりするとね、うん、ここから回ってもいいけど、ここな、ここ回る、そうそうそう、ここ、今日はマピちゃんが行くあの道から行きました。チャレンジャーさんもう少しで着きます。気をつけてね、狭いからね。キョウちゃん脱輪しちゃうと大変だ。でそこを右に曲がります。マピちゃんね、いつものい
てもテリトリーから来ました。ちょっとすごくすごく遅い車がいたのでちょっと回避です。まだそこ走ってたりしてな、そんなことないな、うん、てかこん中入ったんじゃもしかして知らんけど、うん、裏の道からチャレンジャーズ来ました。一番端でいいよ。あ、そう、うん、ジュース買ってもらうどうせどうせジュース。はい、着きました。あ、ダイナゴンが来た、はい、ありがとう。じゃあ ね、ゆっくりね、いいよ、ゆっくり楽しんでいってください。はい、キヨブが言ったただいまの時刻は3時2分。さあ何時に帰ってくるでしょうか。さてマプちゃんはいつもの場所に着いたのである。またキヨブにおしるこをもらってきた。うん、よくぬくまってる。これをまた開けるのが大変なのでね、マプちゃんは頑張るよ。マプちゃん缶を開ける、缶を開ける、マプちゃん缶を開ける。うわーい、取るの難しいね、引っかかんないんだよね。どうしたらいいんだろう。 あっちぞ。いい感じかもしれません。あ、なんかだんだん携帯が落ちてきちゃう。なんか携帯がなだれ起こしたの、動画撮るのって大変だよね。ね、だってさ、なんか自撮り棒ってさ、なんかダイソーで買ったらさ、なんかプラスのドライバーかマイナスのドライバーかなんか必要で、それでなんかプラスのドライバーとマイナスのドライバーを探してるうちに自撮り棒がどっか行っちゃって、自撮り棒どこだったんだっけってあれあ、もしかして捨てちゃった。この間マフちゃん大掃除したんだけど、まだ4分の1ぐらい掃除まだやってない。あ、どっちから開けなきゃ、なんか上がったんだけどさ、どっちから開けていいか分かんなくなっちゃった。やば、どっちだっけな、あれあれちょっとこれなんか難しいんだけど、わーやばいでしょ。あ、こっちか。わー、なんでこんな硬いの、なんかもう尋常じゃないほどの硬さなんだけど、やばい、どっちだっけな。あ、開いた、あ、よかった。これたまに間違え、あのやりすぎるとさ、このなんて蓋のこのプレトップがさ飛んじゃったりなくなったりする時あるんだよね。マプちゃんはいた、無事に開いた。マプちゃんはやった。はい、いただきます。うん、なかなか開かなかった缶のプレトップが開けられると、本当にもう喜びもひとしおっていうんですね。うん、うまい。よくさ、つぶつぶを、あの、最後まで飲みたい方は回して飲むって言うけど、これ回しすぎるとさ、なんか体にかかるよね。うん。うん、安全なうまさ。さっきコンビニでさ、あの、キヨプに、なんかしょっぱいものを買ってきてほしくて、なんかちょっと足んないから買ってきてって言ったら、みんな甘いやつばっかり買ってきてさ、びっくりしちゃった。なんであんなしょっぱいもの一つもないんだもん。まったく何やってんだか。うん、キヨプはまだまだだな。あ、まだちょっと残ってる。うん、スイングだね。スイングだね。うん、ごちそうさまです。お昼寝である。みんな乗ってる。あったかいんだよね。みんな。4時になった。寝てた。皆さん。
通事故などに遭わないよう気をつけて帰りましょう。担当はみゆき小学校でした。気象に昼寝終わり。なんて活動するかねえ、活動すっか。はいね、はいねえか、はいねえかねえ。今近くの駐車場に行きました。そしたらキヨプの後ろ姿が見えた。きっとお寺行ったのかな。面白いね。まだ全然終わらないだろうな。今日3時だったし。ちなみに今は5時ちょっと過ぎ。あ、早かったですね。まだ6時31分ですよ、うん。わずか3時間じゃないですか、うん。今日はどうだったんですか ?1800 円投資で6000円ですから、うん、店長さんごめんなさい。でも負けるときもありますけど。んでね、うん、3800円いやー、すごい。4800円どっちだ。3800円か。今メタリ買ったと思ってました。全然早い。まあいいんだけどね。また後でできるから。すごいですね。じゃどうしますかね。じゃペタ焼き食べますかね。ペタ焼きはどうかな。やけどしますかね。しますかね。うん、マプちゃんはやけどして腫れちゃうんですね、歯肉がね、うん、そうなんだいつもアホなんです、うん、わかりました。うん、500円玉が2枚、うん、3200円か。そうか、3200円のお釣りやから、うん、1800円投資の6000円ということは、うん、4200円。あ、そうなんだ、うん、店長ごめんなさい、うん、店長さんごめんなさいじゃあ帰りましょう、うん、今日はさってが早く片付きましたので、もうまだ6時53分なんですけれども、どんどん帰りの道を走っております。まもなくストリップ劇場第一劇場の前を通過します。栗橋第一劇場、今日のお客さんの入りはどうかな、うん、かつては群馬にもありました潰れちゃったけど、でもそれと同じ系列なんかな。第一劇場っていう名前が面白いよな。なんかな、でも太田第一劇場って太田にもあったんだよ。ああ、ほんと。やっぱりじゃあチェーン店だったのかね。そうかもしれない。もしかしてね、分かんないけどね。うちのじいさんなんか行ってたからね友達と笑っちゃうなんでマちゃんも連れて行かないんだろうだけどね子供忘れて行っちゃいけないな。チャレンジャーの帰りにベイシアに寄りました。ザク、ドトールのカフェモカザクザククランチ、美味しそうだね。どっから出してんのこれ。名刀だ。食べてましょう。いいよ食べて。うん、あ、クランチカフェモカだからちょっと苦いのかな、うん、あ、本当だ、ちょっと苦い。モカってちょっとほろ苦だよね、うん、けどね、チョコがいい感じ、うん、本当、うん、チョコがコーティングされてるから、うん、あの苦さを抑えてくれてる、うん、でももともとドトールとコラボしてるやつだから、うん、苦くないとダメだよな。そういうことやな。だから前からある、うん、同じようなやつよりねちょっと高級感ありますよ、うん、ああそうなんだ、うん、ドトールブランドが加わってるからね、うんうん、どんな味。お腹すいた。あ、うまい、うん、
うん。本当だ。この身が、うまい。うん。やばい。これはうまい。あんま見たことないよね。あんま配信発売だったよな。うん、うん、本当。うん、もういいよ。